守るため進め進め進め Let's go! サウンドスプラッシュフライデー、さあお待たせしました。この時間はゲストです、ラフベリーをお迎えしました。こんにちは、こんばんはですね。こんばんは、よろしくお願いします。久しぶりですね、はい、久しぶりです、元気そうで。もうもちろんもちろん変わらないですね。いや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 、ちょっと待って待って待って、はい、幼馴染ですげえ久しぶりに会ったんじゃないんだから。いや本当にそれはそれはちょっと自己紹介お願いします。はい、ラフベリーのゆうへいと申します、よろしくお願いします。そしてはい、カズくんお休み。今日一人なんです、僕、うん、すごい心細いんですけどどうしたのカズくん。ちょっと忙しくて。忙しいんだ、なかなか日程が合わずで。そしてよろしくお願いします、お願いします。ご無沙汰してましたけれども。で、はい、ラフベリー、まあ、初めてこの放送で、ね、聞くという方もいらっしゃるかもしれませんから、はい、ちょっと紹介していただきたいんですが、はい、カズ君が、まあ、ボーカル、はい、そしてゆうへい君がラップという方、そうですね、まあ、役割分担されているわけですよね、はい、でゆうへい君に無茶ぶりをしようかな。はいはい、何ですか。ラフベリーを紹介を、うん、ラップでしていただきたいと。マジっすか。これはどうですか、できますか。ええ、面白い感じですか、真面目な感じですか。いやそれは任せるよ全然もうゆうへい君に任せる。このね、さて前にたくさんの方が来ていただいてますから。わ、もうこれ大変ですよ。フリースタイルっぽいやつです。いや、ありましょうか。 My name is you から HY from Lafberry aka J to the AM、 ここ新潟 FM サウンドスプラッシュ始める千葉さんと中継。こんな感じで大丈夫ですか。でも金髪のゆうへいです、よろしくお願いします。いやいいね、やっぱかっこいいね。緊張しますね。ラッパーはするよね、ごめんねやっぱりラッパーはラップしてるかっこいいよね。ありがとうございます、結構ね、僕ね最近好きなのそういうの。ほらスカイハイ、トリプル A の日向君も、はい、ラップするじゃない。ね、言うとすげーしてくれるんだよ。なんかすげーなーと思って。しかもフリースタイル超しますもんね。ね、はい、やっぱかっこいいなと思います。では早速でございますが、セカンドアルバム、はい、ラフベリーズギフト2が10月16日リリースされます。ありがとうございます。そうなんです、待ってたという方多くいらっしゃると思いますけれども。いや嬉しいです。どう今回アルバムは仕上がってみて。いよいよ来たかという感じです。すごいタイアップですね。いや本当にいろんな、そうですね、協力いただいて。じゃちょっと紹介しますね、はい、まず新潟アルレックス BB のオフィシャルソングがヒーロー、はい、まあ、今流れてます、ね、流れてますけど、はい、そして国際トータルファッション専門学校の主要ソングもあり、デイバイで始まりの朝、バンダイシティ40周年タイアップ CM ソングマイホームで、結婚式場アークベルグループのピアザデレグラッツェのタイアップ CM ソング誓いの言葉で、柏崎市恋人岬の公認ソングで恋人岬岩ソングこんなにタイアップ取っちゃった。いやありがたいです、本当にありがとうございます。まあ人柄かな、これはラフベリーのね、今まで新潟で頑張ってきた証なのかなって感じしますけど。本当に嬉しいですよね。でもいろんなところで、あ、CM で聞いた時あるみたいな感じで言っていただけるんで、うんうんうん、そうですよね。じゃあその中からね、セカンドアルバムラフベリーズギフト2の中から曲をお届けします。はい、曲紹介お願いします。はい、先ほどの千葉さんから紹介いただきました、ピアザデレグレッツェ三条にあります結婚式場の CM ソングに使っていただいてます、ラフベリーで誓いの言葉。私の隣で過ごしてくれませんか、ずっとその全てを愛してると誓います。誰よりも素敵で特別な人、その全てを愛してると誓います。あなたに出会わない共に笑って共に泣いて同じ
じ時を二人は過ごした。今まで誰かのために生きようなんて考えなかった。恋が愛に変わるこの日にあなたと迎えられた奇跡に、私の全てをかけて二つの指輪に約束しよう。もしもあなたが悲しみ抱え涙流す時には、誰より近くで支えて行きます。その先に訪れる苦労悩み障害、その全てからあなたのこと守って行きます。その全てを愛してると誓います。誰よりも素敵で特別な人、その全てを愛してると誓います。あなたに出会わなきゃ思わなかった巡り回り時の中、私はザンスラッシュファイでゲストです。ラフベリーで誓いの言葉をお届けしています。アークベルグループのピアザ・デレ・グラッツェの CM ソングということでね、聴いてるという方も多くいらっしゃると思いますが、またすごいイベントが決定いたしました。リリース直前イベントということで、はい、10月14日です、2日前ですね、うん、そうだね。でも体育の日でしょ。そうです。お休みだし、本当にみんな足を運んでいただきたいんですけれども、来てください。バンダイシティパーク、バンダイシティバスセンターの2階で直前イベント、これはもうライブですよね。ライブですね。うん、でもライブっていうよりも本当にお祭りみたいな感じで、祭り僕たちの、はい、あのライブだけじゃなくて、うん、ゲストさんも呼んでますし。そうなんだよね、ゲストがあの逗子三兄弟、はい、そして北海道で話題沸騰中のどさんこ3人組ブレーメンが登場。はい、すげえライブするんでしょ。ブレーメンはすごいライブします。逗子三兄弟は音聞いたことあるけど、ブレーメン聞いたことないんだよね。もう弾けてますね。3点倒立とかします、ライブ中に。マジです、マジです。ネタじゃないよね。歌わないよ。ネタとたまに歌わなくなるんです。3点倒立して、うん、で客席降りてバーッしてるだけです。ゴールデンボンバーよりひどくない。でもね、すごいです。すごいんだ。あ、ライブには定評がある、はい、ブレーメン。そして逗子三兄弟を迎えて14日、はい、バンダイシティパークライブということでございます。フリーなんで、うん、無料なんで、ね、ぜひ遊びに来てほしいですね。はい、来てください。お待ちしてます。午後1時からスタートとなっております。これ何、 CD 購入できるわけ。いや、先行販売させていただきます。お、はい、そして CD を買ってくれた方に何かあんの。グッズのプレゼントが、うん、プレゼントというかその日限定の、お、はい、プレゼントがありますので、ちょっと楽しみにしていただ。じゃあ絶対この日に買った方がいいね。いや、もう、はい、ぜひぜひお願いしたいですね。はい、みんなはこの日に買うの。えらいね、この日に買った方がいいですよね。だってグッズもらえるんだもんね。はい、ぜひ10月14日体育の日、祝日でございますから、午後1時からバンダイシティパーク。ライブの内容はどんな感じになるんですか。結構ぎっしりやる。ぎっしりですね。おお、はい、サクッと終わってバイバイじゃなくて。いや、そうではないです。おお、はい、ちょっとロングって感じで。あ、いいですね。あまり詳しいことは言えないです。ちょっとロングって感じで。でもしっかりと聞かせますよってことですよね。もちろんです。さすが、はい、ぜひぜひラフベリーのライブが14日バンダイシティパークの2階で行われますので、午後1時からです。お時間を合わせて足を運んでください。待ってます。そして CD 先行販売ありますので、そこで CD をゲットしていただくと、なんと会場限定のグッズがもらえるということですから、はい、これもチェックしていただきたいと思います。詳しくはホームページをぜひご覧ください。早いね、もう時間だ。最後になっちゃいます。 FM 新潟のリスナーにメッセージを。いやー、本当にあの今回10月の16日に発売されるアルバムラフブリーズギフト2、前作を超える内容となってますので、お近く の、 あの CD ショップでお買い求めできますので、ぜひ聴いてみてください。ありがとうございました。とんでもない。またぜひ今度もカズ君と2人で来てください。はい、呼、はい、んでください。お願いします。ぜひ。ありがとうございます。この時間はゲストラフベリーからゆうへい君お迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。サウンドスプラッシュ、ここまではアークベル大光銀行の提供でした。